スキル4では別にええよっていう人は、オバメはね、結構ね、合うと思いますね。普通にスピードでいけるから。いや、オバメ強 オバメ強は、こんにちは、こんばんは、ハルケです。今回は、フッティーズオーバメヤンを使っていきたいなと思います。スキル4、逆足5の選手になってます。まあ、シーズン目標で獲得できる選手になってまして、かなり強化をされたオバメですね。ペースは99で、シュートもめちゃくちゃ上手くなっていると。で、ドリブルに関しても若干ね、改善をされていて、フィジカルも強いと。で、パスもまあある程度っていう風な感じですかね。で、プレイスタイルを見てみると、プラス4つ、高精度とティキタカとトラップとラピッドがプラスという風なことですね。まあ、他にはテクニカルとか、あとエアリアルとか、パワーヘッダーとかがついてるという風なことですね。で、今回ケメストリースタイルはアーティストをつけてね、使っていきたいなと思います。じゃあ、それでは試合に行きましょう。はい、当たりましたんで、いきます。さあ、ま、オバメ、結構、もう取ってる人いるのかな？取ってる人いそうですけれども、ちょっと使っていきたい。かなりね、強くはなりましたよ、オバメやん。ま、S の時もね、使いましたけれども、どうか、そこから変わっているのか。で、今回は4231の ST でいきます。ワントップ任せます、彼に。クイックステップとかね、あればなんかより良かったような気はしますけれども、基本的には速い選手、速くてでかい、そういう部類に入る。だから今週ついてるからね。あ、それ落とされるか。もう今作はずっとこれでしょうな、勝つためには。ナイス。まあ、うちのオバメ見せますよ、うちのオバメ。あ、オバメ、オバメ、オバメがね、あ、オバメがフィジカル負けんな。あ、デサイが、あ、来たよ。いや、オバメ惜しいけど。あと、ね、オバメ、ね、意外と空中戦が強いんじゃないのっていう噂はあるで。あ、来た。オッケー。いいよ。まか。バルコラが来たよ。あれ、下手やったな。あと、ちょっと今週もね、今週も打っていきたい。逆足5やから、まあ、どっちもいけるよねっていう。どっちの足でもいけるよねっていうこと。ナイス。いいよ。いやー、強いねー。ナイス。出る。出ないか。いいよ。あと、オバメね、ちょっとの重みはあります。まあ、そんなに S からめっちゃ軽なってるなとは思わないですね。やっぱりだからスピードで抜け出した、時に一番の良さを発揮するかなっていう感じではありますね。軽い選手だ。え、どこ蹴ってんのこれ。ひどいな、ひどいな今の。どこ蹴ってんだっていうところに蹴ったけど。いいよ。勝てるか、あ、無理か。うん、うん、
ょっとオバメをね絡ましていきたい。オバメはやっぱ絡ましていこう。クロスでしょ。あ、クロスじゃない。いいよ。来たよ。うん。オバメ、早いぞ。早い。オバメ早い。早い。ああ、惜しい。フィジカルでアッコゴリック。いければな。でも早かった。早かったね。普通にカフーを置いていったぞ。素晴らしい。やっぱスピードに関しては、ええな、早い。どうなってる？取ってましたやん。ど正面から。ああ。危ない。すごいな今の。こんなんばっかですよ。来作に期待。さあどう、これ狙ってくるんちゃうかっていうのワンチャンあるよね。あ、狙わへんか、さすがに。ベグか。危な。ちょっとうちの場面まだかな、火吹くのは。でもね、やっぱスキルが5じゃないっていうのがちょっと厳しいよね、やっぱり。いいね、バメヤン。バメヤンいいよ。バメヤン作っていこう。来た、決めろ。決めれんか。あ、空中戦。おまめ、惜しい。空中戦もね、ちょいちょい狙っていきたい。まだおばめが、まあ、ST 真ん中におるからなかなか難しいけれども。でもいいところにいたらね、クロスも行きたい。あ、ワンチャン。いや、ルーベンのコムが強いな。いやい、マジやっぱルーベン強いよな。あ、ナイス。いいね。来たよ、大雨。抜け出してるか。来たか。大雨惜しい。怖い、惜しいな。今週今無理か。オーメン、来たよ、オバメヤーン。めちゃくちゃ相手だ。そこにオーメンがきっちり入ってきて合わせました。ナイス。これがピエール。これがピエールだと。ピエール・エメリック・オーメン、名前が好き。オッケー。ラストあるんちゃう。あ、おめ、うわー、惜しい。ちょっとプスカシュがなんか遅くなった気がした。オッケーオッケー、いいよいいよ、うん、いいじゃん。おばめやれてんじゃん。ワントップ向きではないか。ワントップやめる。いや、ワントップでいこう。でもそのスキル5が欲しいっていう人はね、多分ね、ワントップっていうよりかツートップの方がまあいいのかなと思ったりはしますが、どうでしょうか。てか皆さん、大雨を取ってるんでしょうか。てかそもそもシーズン目標どこまで行ってる人が多いんでしょうか。どこぐらいが平均でしょうか。すでにアローアイランをは取れるみたいですが、早すぎでしょ。無理。そんなんもう無理。惜しい。いいよ。オッケー。ナイス。
ナイスナイス。うわ、でも、まあ、オバメは本当に、まあ、圧倒的なこうフィニッシャータイプですから、どちらかというと。ドリブルでなんとかっていうのは、うん、スピードを生かして突破とかなら、まあ、できると。ただドリブルでなんか細かくそれか バルコラとかそういうタイプではないかなっていう感じですよね。うわ、ルーベンの AI マジでええな。ほんとパス・トゥ・グローリーで使えるようになったというか。あ、来たよ、これチャンスよ、これオバメの AI 見せて。あ、いいとこおるか。あ、いいところ今週。そう、そういうことだよ、そういうことだよ。多分ね、これ一番の本当にトラップしてシュート、スペースがないときはもうその使い方ですね。でシュート今の今週ね素晴らしいし、その前のトラップかな、トラップのプラスもまあ生きてたんじゃなかろうかというところで、でスペースがあるときはもうそのスピードでゴリッといっちゃっていいんちゃうなか。スピードではゴリ入れます。うわ、パスずれた。ただもしかするとトラップのプラスもね一応ついてるから、そのああいうところにその相手のディフェンダーの前でトラップするようなボールを出してあげて、強パスで刺すれば抜け出して、トラップで抜け出してっていうことができるんちゃう。一回行ってみようか、それ一回やってみようか。痛いな、かなり後ろから来られたけど、まあ、状況によるよね。カウンターの状況じゃないとちょっと。おいおいおい、どうした、急になんか急に荒くなってきたけど、何どうした。大工負傷したけど大工が負傷したよ。あ、バメアンこっち、バメアンここにいた、なんで。うん、いいねいいね。ああ惜しい、バメアン、バメアンの守備力。いよいよイエローですか、あれイエローで進んでます、まさか。オッケー、ナイス、取れる。さすがテオ、ここからねめちゃくちゃ速いからね。うーわ、いやテオ素晴らしいな。いや、やばいって何、どあ、ここ、あ、違うな。あ、でもいいよ、フィジカルいいね。あ、これ早っ、バメヤン早っ、はい来た、バメヤン早すぎ。どうしたんやろ、この人。どうしたんや、急に。あ、クロス行く？バメヤンの。あれ？なんや。どうした？いいよ。怖いわ。バメヤンへ。キーパー、あ、バック、あ、惜しい。あれ勝てたらすごかったね。もう、おお、もう戦う意思はないな、これは。もうせっかくバメヤンの、まあバメヤンのいいところは出たんじゃない？バメヤンの。もう戦う意思ないもん、これ。戦ってる風でしょ。完全にこれは。うちのバメヤンがやってしまったかな、これ。すごいもんだって。バメヤンが悪い。バメヤンがあるよ。こんなになっちゃって。試合を壊してしまった。バメヤンが悪い。バメヤンがあるよ。全部オバメやからね、元凶は。それで言うと早かったな、これでも。
細かいタッチ、なんか細かいタッチからの加速っていうのももちろんまたできるようにはねなった大雨ですけど、やっぱりこう、うん、本当にこうスピードに乗った時の大雨やんっていうのは素晴らしいものありますよね。なんかぐん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 いっとるなっていう感じがすごいするね。まあ、S の時もね全然早かったんやけど、さっきみたいな突破はそんなにできてなかった気がするから、やっぱり早くなったんやなっていう気はしますよね。で今週プラスついてて、ちょっとこう決定力っていうのんで放置、あんで放置やわ、ちょっとあかんな、あのちょっとごめんなさい、2試合目いきます、すいません、はいすいません、2試合目いきます。まあ、ちょっと1試合目ねお見苦しいところを見せてしまいましたが、そんめちゃくちゃも試合をね破壊するほど大雨活躍してたかと言われるとそんな気はない感じしますけれども、まあまあまあちょっと大雨が悪い、結局ね場面案が全てをちょっと、うん、やってしまったという感じで、まあ変わらずちょっとワントップでいこうかな。あ、場面やん、場面やん、場面やん、どこ、あ、ここか、おー、ひどいひどい今のは、うんうん、あれ場面やん、 RF なってるかこれ、うん、オッケーナイス、あ、テキタカも一応ついてるか、じゃパス、そうね、パス、まあでもそう思ったら結構割とオバメにとってはいいプレイスタイル、ドリブルがちょい重たいからスペースがないときはまあパスで叩いたり、いけそうなときはまあスピードラピッド生かしてみたいな。あ、いやだからねここでねやっぱスキル5が欲しいのよ、その自分で行くっていうところで、あ、欲しい、そうあっこでねなんかこうあれば、スキルがあれば、あともちろんテクニカルのプラスがあれば別にねいいんですけど、あ、来た、あ、惜しい、だからねまあ本当にざっくりざっくりでいくとスペースがないとなかなかこうオバメの良さっていうのは出すのは難しい。あ、取れ、惜しいね、そうそう、こうそう、あ、危な、でもねあれアルバレスもねトラップのプラス多分ついてたと思うから、あれで本当にスムーズにトラップができて、トラップで相手を置いていくみたいなことができればいいんやけどね、今の相手のうまかった、アルバレスのなんか使い方本当分かってるって感じ、危ない、や無理、危ない、耐えた、気をつけてマジで、結構相手ボーンに行ってその後も落ち着いてるよ相手の人は、勝て、来たよ、これは場面違うか、ルイスです、ディアスも速い、ディアスも速い、いいよ、あ、はあ、今の横ちょっとすり抜けたらな、よかったんやけど、結構五分五分でもね場面は出していいかも、トラップで抜け出していってくれてる可能性もあるから、ここを来たか、オバメヤーン、決定力高いね、アレファーにぶち抜いたのはえぐいよ、ナイスオバメヤン、ナイスです、よく決めた、いいよ、ナイスナイス、おお、負けんな、ファンダイク負けたあれは無理、これができるからアンリは強い、あ、アンリ結構
多分オバメのこの上位互換がアンディとかになるかなと思いますね。今のとかひどいでしょ、さすがに。でもまああれはもう諦め、 S のファンダイクで無理ならもう、うん、無理ね。アンリが強すぎる。これもまた来作に期待。あ、惜しい、取れないか。でもあれ実際の試合やったらどうなる、ファール なるんちゃうの、あれワンチャン。あ、危ね、あれファールちゃうの、わからんけど、誰か勝手にこけたみたいな。デポールも AI は本当に素晴らしい。あ、ナイス、ブスカシ。いいね。OK。あ、惜しいね。ちゃんと切ってるね。おめ、ナイス。ナイス、おめ。あ、おめ、来た、抜け出してる。ゴリッと入れ。惜しいな。なんかいけそうな感じもせんでもないよな、なんかおめやったら。なんか速さで。速さとデカさで。来た。いいね。あ、オバメヤン。惜しい。今誰に当たった、あれ。これ誰？待って、LB 誰あれ。エボリューションかな。誰あれ。名前見たことない人やったよ。ナイスナイスナイス。トラップでね、抜け出すところを。いいね。あれ、これ誰、ゼレミー、誰だ、無理か、これだ誰なん、この ゼレミーって人は。全然知らんねんけど。オバメ対策か、これまさか。全然知らへん人おるぞ。いや、素晴らしい。トラップからのスキルがスムーズやったね、今ね。やっぱトラップのプラスのおかげかな。これすぐで、そっから加速。でも本当にこれやっぱスキル4だから、なかなか突破がシザースしかないし、あとシザースが強いから。で、まあもちろん速い、彼の速さも生かして。ナイス。で、意外とね、フィジカルで背負えたりもするから。いいね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 、流れて。あ、いや、オッケーオッケー、いいよいいよ、早いよ早いよ。ちょっとミレンコビッチも対応に苦戦してんじゃん。ちょっと苦戦してんじゃん。おばめ。きた。勝てるんだよね、やっぱ。いや、強いのよね、意外と。ヘディングもエアリアル白やけど、ナイスナイス。まあデカさもねあるから、あの意外と勝てます、空中戦は。ベグとかそこら辺、ベグ、スーロット、ハーランドとかほどじゃないけど、勝てる勝てる、素晴らしい。ええー、ねっていう、ええー、やんええー、やんっていうね。なかなかやっぱフッティーズカード強いなっていうね。あとやっぱ今週よね、見せていきたいよね。あー、強いな。ナイス。ジュード・ベリンガムが素晴らしい。あ、これとかいいじゃん。あー、今のでいけたら4位タイなんで、ワンチャン抜け出せるって可能性あるから。相手ルディガーかな、強かったけど。あ、惜しいね。 OK、 ナイス。オバメの繊細なパス。オバメやーん、惜しい。ピックフォード、いいセーブ。今週もね、あ、そう、こうなん。あ、さすがに無理か。2人に挟まれたらちょっとやっぱ厳しいものあるね。
おお、ウォーカーが強い。ああ、足出せんか。フリアルバレス。それはどう？アルバレスも強いわ。オッケー。あ、おめ。いや、早いな。いや、早いな。あ、PK、PK。PK な今の。ボール行ってた今。言ってなかった気がしたけど今ちょっと、オバメ足かられたよ。ファンダイクもやっぱ AI 素晴らしいねんな。あんなん勝手にカバーしてくれてるからね、サイドバックの裏でかい選手でスキル4、まあ、だからほんまアンリやな。アンリを使いこなせてるっていう、まあ、でもアンリを使いこなせてるやったらアンリでええしな。でほんとスキル4ででかい、選手がまあ好きとかスキル4では別にええよっていう人はオバメはね結構ね合うと思いますね。普通にスピードでいけるから。いやオバメ強おばめ強バメヤン、バメヤンの縦突破のスピードえぐい今の。ロナウドとはなんかちょっとちゃうような気がするんで、ね、やっぱスキル5とスキル4の違いはやっぱあるから。うん、いいね。ティキタカもついてるからね、こうさばけるから。さばいた、さばいた、さばいたぞ。あっ、むずいな。手を、素晴らしい。バメヤンがね、まあ、だから無料とは思えないほどに活躍、ゴールは決めてると思いますよ。決定力がやっぱ高いね、本当に。普通に冷静だと別にめっちゃ高いわけじゃないけどね、93とかでしょ。やけど、やっぱもともとあ、やばい、これ危な。もともとその決定力が高いからかわからないけど、あ、そっち。いや、それ OK。 ナイス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 。あ、無理か、いける、無理か、ちょっと無理させすぎたね。でもああいうなんかトラップでね、なんかスムーズに前に運べたらね、オバメのスピードだといける気がすんねんな。いけそうな気がすんねんな。お、あ、惜しいね。でも速さと、まあ、でかさと、あとはその敵タカとか、そういうなんか一応繊細さもね備えてます。まあ、でかい、そうね、でかい選手を扱えたら別にオバメもそんな重さは気にならへんかなっていう感じなんで、いいね。いいいい、あ、さすがにね、さすがにちょっと厳しいか。お、ナイス。中行こう、中行こう、中行こう。オバメのテクニカル、テクニカル。いや、オバメやん、強っ。普通に、普通にやるなっていう、普通にやれてんじゃんっていうね。オバメテクニカルついてたかな、ついてたか。クイックステップがないだけか。一応白であるのか、あったかな。あ、あったよね。で、無理そうな時はもうパスで叩いたらええから。で、もう一回動き直せばいいから。あ、無理やな。あ、ジジ。ジジかな、これ。ジジかな。すごいな。うちの監督かな、あれ。
あれ、いや、やるか。あ、やる？あ、交代か。いけるかな、いけるかな、いける、いけてるね、いけてるね。おーおー、オッケーオッケー。いや、ナイス。ウォーカー強い。ウォーカーの強さが光ります。いや、ここでスキルがあったらな、なんかもうちょっとスムーズにスキルでなんかいけるんやけどな。スクープターンとかで、それがちょっとやっぱスキル、うん、そうね、スキル5は欲しいなっていうのはやっぱ思っちゃいますね。いや、惜しい。マジでスキル4でもいいよっていう人は、まあ、あとはスパサブとかやったら結構ありかなっていう。 GG です。ナイス。おばめ、結構2試合で7点ぐらい取った、6点ぐらいか。まあ決定力の高さとスピードの速さとが多分結構魅力かなと思いますね。でそこにまあ、敵タカとかついたんで、パス面ある程度できるようになったりとか、まあ若干のドリブルの改善も行われていると。まあスキル5であればとか、まあもう少しドリブル軽ければとかありますけれども、まあ無料でゲットできるレベルの選手ではこの人もねないし、やっぱピンクのカードは、まあ、かなり強化をね、されてますので、まあぜひね、うん、気になる方は使ってみてほしい。まあ取れる、まあもう取れてる人もいると思うんで、使ってみてもいいんじゃないかなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいなとったらチャット登録、高評価お願いします。それではバイバイ。